南側の木三川公園138タワーパークのツインアーチ138から望む岐阜かかみが原インターチェンジ周辺岐阜かかみが原インターチェンジは岐阜県かかみが原市にある東海北陸自動車道のインターチェンジであるインターチェンジの敷地は岐阜市、宜南町にもまたがる岐阜県警察高速道路交通警察隊かかみが原分駐隊が併設されている 岐阜県内のインターチェンジの中では通行台数が最も多い。東海北陸自動車道の岐阜県最南端のインターチェンジ。1986年3月に東海北陸道発の開通区間として開設された。岐阜市、かこ原市などの最寄りインターチェンジであり、東海北陸道のインターチェンジの中では最も非、平均で入り交通量が多い。 ETG レーンは当初入り口、出口で1レーンずつしか設置されなかったが、後にそれぞれ1レーンずつ増設された。開設当初から、南インターチェンジが開通するまでの間、料金先払い方式となっていた。料金書にて、係員に降りるインターを報告して、料金を支払い、南インターチェンジまで向かう場合は支払い証明書を受け取り、 同 IC 出口料金所で係員に渡して流出する。席インターチェンジまでの場合は領収書のみが渡されていた。仮に席インターチェンジまで向かうと嘘の報告をして、身のインターチェンジまで向かっても支払い証明書がない場合は席インターチェンジから入ったとみなされて、同区間の料金を係員から請求されるため、結果的に料金が割高となってしまっていた。 ありがとうございます。